フェルディナント・ボルは、オランダの画家、同伴画校。現存する作品は少ないが、彼の作品には死であるレンブラントの影響が見られる。ボルの作品の多くは近年まで、レンブラント作だと考えられていた。歴史的な題材や肖像画等を好んで手掛けた。アムステルダムにはボルの名を取ったフェルディナント・ボル通りがある。フェルディナント・ボルは、ドルトレヒト生まれ。 父親のバルサザール・ボルは医者であった。ボルは最初にヤーコップ・カイプの下で修行し、ユトレヒトのアブラハム・ブルーマールトの下でも学んだ。1630年以降にはレンブラントに着き、レンブラントの家に住んでいた。1641年には自身の工房を持った。1652年にアムステルダムのブルジョワジーとなり、1653年にエリザベス・デルと結婚。 彼女の父親は海軍やワイン商組合に属しており、ボルは後に両方からの仕事の依頼を受ける。数年の間に画家組合の組合長になり、ヤーコプファンカンペンがデザインした新しい視聴者のための作品の依頼を受けた。当時フェルディナント・ボルは人気のある成功した画家であり、アムステルダム氏のために多くの作品を手掛けた。後に、 イングランドで活躍したゴドフリーネラーはボルの弟子の一人である。ボルの最初の妻は1660年に亡くなり、1669年にアンナ・バン・アーケルという女性と再婚している。最後の日付の作品は1669年なので、その頃画家としてはリタイアしたものと思われる。1672年には夫婦でケイザーンガの側に引っ越した。 現在ではその建物はファンローン博物館として公開されている。ありがとうございます。